こんにちは、ゆっくり霊夢です。ただいまより侍中島が最強なことを証明します。あっ、強すぎ。ダメかもしれないわ。さっきから一人で何言ってるんだぜ。無用10連で中島が当たったから打ちまくって一郎よりも当たりなことを証明するのよ。だけど相手は藤浪、これは厳しいわね。いや、いきなり弱気になりすぎだろ。確かにそうね。これから場外ホームランを打ちます。ここバンテリンドームですが、慎太郎、先制ホームランを打たれる気分はどうだい？表に4点取られていますが、さっきからああ言えばこういう。お前のせいだよ。まあいいわ。何が？今回の目標としてホームランを打つ盗塁を決めるイチローより当たりなことを証明するを行っていくわ。どれも霊夢には無理じゃないか？特に盗塁。いや、絶対決めてやるわ。とりあえずヒット打って盗塁させるわよ。やばい、私はとんでもないものを手にしたかもしれないわ。とんでもないかはまだわからんが、ホームランはクリアしたんだぜ。次は盗塁ね。この後ボコボコにされたから次の試合行くわよ。さあ次の目標は盗塁。個人的には中島選手に全く盗塁のイメージがないですが、果たしてうまくいくのでしょうか？などと言っている間にフルカウントなんだぜ。盗塁したいからフォアボールでも全然いいわ。噂は打てないもんな。あーあーあああ。落ちろ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 。よっしゃー。情けないヒットだな。ヒットはヒットよ。さあ走るわよ。相手のキャッチャーはヒット。城島選手なんだぜ。中島 VS 城島健二。いざ、勝負。日産この辺りいかにピッチャーを打ち崩し。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球。え、タイミングブレイトって出たわよね。そうなんだぜ。マリサ。こんな簡単に盗塁決められたら、この後やることが思いつきません。とりあえず、もう一試合すればいいんじゃね？吉田が低めに変化しました。次の試合、まずは守備から。打ちました。中島、一塁。おっほう、ちょっと不安な感じなんだぜ。守備的精神だから仕方ないわ。だがそれを補う、圧倒的打撃力。3球連続縦スライダー。アウトコース攻めだが、中島は超広角打法もあるから安心して打ちに行けるわ。もうこれは最強ショート確定ですわ。1、やはりアーティストにはかなわないのよ。イチローファンに怒られるんだぜ。まだまだ打つためにとあるイリュージョンをお見せするわ。え、急にどうしたんだぜ。これが2球。は？イリュージョンを目にした山岡選手は真ん中中央に投げてしまったわ。動画を切り張りしてるだけじゃねえか。ヒットを捉えて追加点を取ったことには変わりないわ。そして8番近本、中島であと2人よ。さあ追加点の欲しい場面、点は取れるときに打ちます。サード取った、一塁へアウト。惜しかったわ。これは相手の村上選手がナイスだったんだぜ。まあ中地で打ちまくりましたし、サクッと勝って気持ちよく終わりにするわよ。千賀で奪三振、勝負時間だ。ここは決まりました。あれ、なんで試合が終わらないの？ふざけている間に追いつかれたからなんだぜ。逆に言えば中地でさよならチャンスが生まれたんだぜ。確かにここで打てば間違いなく最強なんだぜ。その通り、行くぞ中地。さあ、お楽しみの時間だ。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いや、貴重な一発でしたよね。打ち上げた。最後です。というわけでですね、中地4打数3安打1ホームラン。大事なところで打てない赤まんじゅう。うるさい。でも両方向にホームランしたのはさすが超広角アーティストなんだぜ。そして気づいている方も多いと思いますが、この中島大育成途中です。上位特訓さんです。それでこんなに打てたのは正直ビビりました。ついに最強ショートです。そして体勢も最強です。やったぜ。大勢、打てない人は全く打てないからおすすめよ。宮西も高梨も持っていない霊夢は他のに頼るしかないもんな。ファイナルミニターで当ててやるわよ。スタート、押し込んで、2アウト、2アウトランナ
というわけで侍2009年中島選手、おすすめ同エナジー使って狙うべき、当たったらオーバーエリ確実、意外と強い、特にいらない、ミッツァーユキ、ノボ段階評価をしたら、何その自動車評論家みたいな評価基準。ショートの選手にこだわりがない人、右打ちの代打要員が欲しい人は多少課金しても狙っていくべきよ。この後来るであろう侍2023選手に打撃型のショートがいないので、ショートの補強が最優先の方は今回のガチャを優先した方がいいわ。ただショートは源田、代打、守備坂本といった運用方法を取られている人や、左打ち優先で数多く使っている人はそこまででもないわ。ちなみに私は今まで源田坂本でしたが、これからは中地スタメンで行こうと思うわ。守備範囲の減少よりも打撃を取ったわ。たださすがに源田よりは守備が悪いのは体感できるレベルで変わるから、そこは気をつけて使ってほしいぜ。あとガチャ登場選手全体で言えば2023の方が当たり選手率が高そうなので、2009のガチャを回すのは中地が欲しい人だけでいいと思うわ。一郎も松坂も課金するほどじゃないと思うぜ。私は2023ガチャを回すわ。村上が欲しいからね。ベスト9で70連して当たらなかったもんな。次で当てればいいのよ。中島が最強なことが分かったところで今回はここまでにするわ。こんな動画しか投稿していませんが、よかったら高評価チャンネル登録お願いします。それではここまでご視聴ありがとうございます。